ダビドルイス・モレーラ・マリーニョは、ブラジル・サンパウロ州、ディアディマ出身のサッカー選手。プレミアリーグ・アーセナル FC 所属。ブラジル代表。ポジションはディフェンダー。ブラジルのサンパウロ FC でプレーしていたが、14歳の時に EC、ビトーリアに放出された。当初は、ボランチとしてプレーしていたが、CB に転向するとすぐに才能を開花させ、16歳で、 プロデビューを果たした。その後すぐに、レギュラー定着に至った。2007年1月、SL ベンフィカに、レンタル移籍した。ここで、リーグ戦や、UEFA カップに出場するなど活躍をし、シーズン終了後5年契約で完全移籍した。2009年1月11日、SC、ブラガ戦で公式戦初ゴールを記録した。 チェルシー時代2011年1月31日、チェルシー FC へ移籍金2500万ユーロの5年半契約で移籍した。なお移籍金の一部として、ネマニャ・マティッチがベンフィカに移籍した。2月6日、リバプール FC 戦でデビューを果たした。プレミアリーグ第18節、マンチェスター・ユナイテッド FC 戦で移籍後初ゴールを記録。 3月20日のマンチェスターシティ FC 戦でもゴールを記録した。闘争心あふれるディフェンスに高いフィード能力、攻撃参加が得意であり DF ながら FK を任せられるなどしていた。UEFA チャンピオンズリーグ決勝でも先発フル出場し優勝に貢献した。ジョゼモーリーニョ監督が復帰した2013から14シーズンはジョンテリーや ガリー・ケイヒルの後人を廃することが多くスタメン、出場が減少した。PSG 時代2014年5月、パリ・サンジェルマン FC への移籍が、クラブ間合意に達したと双方のクラブが発表、移籍金は、推定4000万ポンドとされる。2015年3月11日、UEFA チャンピオンズリーグの決勝トーナメント、ラウンド16で、フルスのチェルシーと対戦し、 アンカーとして一得点の活躍をした。2016年8月31日、チェルシー FC への復帰が決定。契約は3年間。背番号は、以前付けていた番号の4番は、セスク・ファブレガスが着用しているため、30番になった。2017年1月31日のリバプール戦で、直接 FK を決めた。2017年4月には、活躍が認められて、 プレミアリーグ2年間ベスト11に選ばれた。しかし、復帰2年目の2017から18シーズンは、序盤こそ、レギュラーとして出場していたが、2017年10月に、監督のアントニオ・コンテとの確執が発生。発端は10月18日の UEFA、チャンピオンズリーグのグループステージ第3節の、タイエース、ローマ戦で、途中交代を命じられた際に悪態をついたとされる。 さらに第4節の同じく対 AS、ローマ戦では0の3で大敗した後のミーティングで、ダビド・ルイスはコンテの戦術にことを唱えたとされ、翌日の練習でも両者は練習態度をめぐって衝突し、11月5日のプレミアリーグ第11節の対マンチェスター・ユナイテッド戦では召集外という罰を受けた。この衝突には、親友である、 ジエゴ・コスタがコンテとの確執で対談に追い込まれた処遇が背景にあり、ダビド・ルイスは両者の仲裁役を買って出たため、コンテからは疎まれていたとも報じられている。その後、コンテは若手のアンドレアス・クリステンセンを徴用したため。しかし2018から19シーズンに、コンテが解任されマウリツヨ・サッリが監督に就任すると、風向きは一転。 クリス・テンセンからレギュラーをダッシュし、UEFA ヨーロッパリーグのベストイレブンに選ばれるなど、ヨーロッパリーグ優勝に貢献した。2019年8月8日、新しく就任したチェルシーのフライクランパード監督からレギュラーを保証されず、開幕を控える中で、突如、アーセナル FC への完全移籍を発表した。移籍金は800万ポンドと報じられた。 10月6日防ンマス戦で移籍後初ゴールとなる決勝点を決めた。2020年1月21日のビッグロンドンダービーでは、ムスタフィのミスパスもあり、シュート体制に入っていたエブラハムを倒してしまい退場処分となり、PK を与えた。試合は2から2で引き分けた。5月27日、当初2年契約と報じられていたが、 実際は1年契約延長オプション付きの1年契約でありこのままだと夏にアーセナルと契約が切れると報じられた。6月17日、プレミアリーグ第29節延気分のマンチェスターシティ戦では途中出場から失点に直結するミス、PK の献上退場処分という失態を犯す。この記録は欧州主要リーグでは2015年の カール・ジェンキンソン以来実に5年ぶりの失態である。6月24日、挙手に関して様々な噂がされていたがアーセナルは1年間契約延長することを発表した。7月26日、リーグ最終節のワトフォード戦で、ウェルブックに対してのファールで、今季通算5回目となる PK を献上。これまでのプレミアリーグの歴史で1シーズンに相手に PK を与えた。 最多記録を更新した、チェルシー在籍時に与えた通算3回の PK を、わずか1シーズンで更新した。2021年2月2日、プレミアリーグのウルバーハンプトン戦において、前半アディショナルタイムに、ジョゼに完全に裏を取られたルイスは、後ろから遅れて追いかけると、ペナルティーエリア内で、ジョゼが振り上げた足の裏が、ルイスの膝に接触し、ジョゼが転倒。これにより、 ポーソン出身から一発退場と PK の判定を受けた。その後、アーセナルは、レノも退場しく認となったこともあり逆転負けを喫した。しかし、この判定には、ファールによる PK は妥当だが、イエローカード相当ではないかとサポーターのみならず、複数のサッカー関係者も異議を唱え議論を巻き起こした。アルテタ監督も試合後の会見でこの判定に不満を述べ、 クラブは、レッドカードの取り消しを求めて FA に訴えたが、この訴えは認められなかった。ところが、この試合と同日に試合をしていたサウサプトンも二人の退場者を出しておりその一つは、ルイスと似たような状況であったため FA に取り消しを求めていたが、こちらは、訴えが認められレッドカードが取り消された。そこで、今度はこの両者で、 FA の判断が異なったことにまたしても、複数のサッカー関係者からも疑問の声が上がり議論を巻き起こすこととなった。ブラジル代表として 2007FIFAU-20 ワールドカップに出場し、ベスト16進出に貢献した。2010FIFA ワールドカップ後最初の試合となった2010年8月11日のアメリカ戦で A 代表デビュー。 2014フィファワールドカップ決勝トーナメント1回戦のチリ戦で代表初得点を挙げた。続く、準々決勝のコロンビア戦では、無回転フリーキックを決め、ブラジルの準決勝進出に貢献した。準決勝では警告累積で欠場したチアゴシウバの代わりに首相を務めたが、試合はドイツに1の7で惨敗し、試合後涙ぐめながら、皆さんに謝罪する。 ブラジル国民に謝る。というコメントを残した。優れたフィジカルと闘争心が溢れるディフェンスが持ち味の対人能力に優れた DF であるが最大の特徴は攻撃面での貢献度の高さにある。足元の技術に優れ特にロングパスの精度が高いためフィードやビルドアップの場面で高い能力を発揮することができる。その攻撃能力の高さから守備的 MF としての 適性もあり、アントニオコンテ監督の下では、スリーバックの中央で、現代的なリベロの役割を任されていた。キック精度の高さから FK を任されることもあり、この場合は前日の 2014FIFA ワールドカップ、コロンビア戦での FK など、縦に鋭く落ちる、無回転のシュートで得点を狙うことができる。一方で守備ではボールに食いつく、意識の強さが裏目に出て、背後を大きく開けたり、 簡単にかわされて、ピンチを招くことも多い。EC ビトーリア SL ベンフィカチェル CFC パリサンジェルマン FC アーセナル FC ブラジル代表。ありがとうございます。